はい、今日も宮古島ですね。今夕方6時。今日はもしかしたらサンセットがよく見える日かもしれないですね。で、これ一周道路って呼ばれる、これをこうまっすぐですね、こっち側行くと北西の方、北の方というかですね、町の方に向かっていくんですけども、で、この一周道路をずっとこっち側に、こっちまっすぐ行くと東辺那崎って呼ばれる灯台の方に行きますね。ここから城辺部町、宮古島市はもともと4つのこういう市があったのが1つになって宮古島市になったと。昔は城辺市っていうとこだったらしいんですけど、何気にこの城辺の後なんか町なのか市なのかおかしくなってますねこれまあまあまあ。で、ここですね、この岩あるじゃないですか、なんかここに杭があって、ここから、江口ホールディングスの宮古島で一番最初に土地を取得した場所、僕たちは宮古テラスって呼んでるんですね。なんで宮古テラスかっていうのは後ほど分かると思います。ここをまず取得したんですね。この石垣がだいたい約100メーターずーっと西の方に行っていて、それとともに向かい側、こっち側にわ、なんか入道雲来てますね、めっちゃ。ここはなんかね、まだ農地なんですよね。で、この農地、なんかサトウキビを作ってるところから、この一本高い木がある、この辺りからずーっと西の方まで、どうですかね、約150メーターぐらいありますかね、ずーっと向こう奥の方に白い建物が見えてるのが、あれがうちの事務所ですね。で、こっち側に約150メーター、奥行きはいびつなんですけど3000坪を取得していて、こちら側はこの岩があるここですね、バーッと向こう側まで100メーターぐらい、約1000坪僕たちは取得しました。で、なぜここを僕たちがわざわざ名古屋から来て、購入させていただいたかというと、まず第一に土地が安いから。城辺町ってなんか水道とか、例えば、商業施設とかスーパーマーケットとかレストランとかが少ないとか、なんかあんま人気がないんですよね。めちゃくちゃいいんですよ、でも城辺町って。で、僕たちはこの城辺町が大好きで、ここにまず一番最初はですね、奥の方のあそこに700坪ぐらい売り地が出てたんですよ。で、700坪売っていて、値段も本当にすごい、これはお値打ちだなと思ったから、僕たちもいいなと思ったんですけども、そこの700坪のうち150坪ぐらいが農心除外されてて、何をやってもいい土地だったと。だから事務所を作った。で、残りの土地っていうのは原野なのに農心がかかってるんですね。農業振興地域っていう網がかかってると。で、それを外してもらうために申請をして、今その申請が受理されて、まさに今これから農業振興地域っていう網を外すという、今作業をやってるところですね。ちなみに農心っていうのは農地にしか基本かからないわけですよね。で、その農心っていうのを除外しようと思うと、僕みたいなこういう原野だったら農業振興地域は除外できたりするんですけど、基本的には宮古島は一次産業である農業が盛んで、この島の土地の 70% が農地なので、実際その農業振興地域を外すっていうのは基本的には難しいですね。だけど僕らがこの取得した土地っていうのは原野じゃないですかと。原野はもう宅地にもなるし、まあ、雑種地にもなるし、何でもやっていい土地だよっていうことなので、それおかしくないですかっていうことで、これを外させていただいているんですけども、ちなみにここの岩まで、左側のこの線図はこの岩までですね、約100メーターぐらい、ここまでが、うちの土地ですね。で、向こう側は事務所があるあっちの方までが土地ですね。で、この農心を除外するのに、なんと宮古島はですね、5年に1回、見直しのタイミングがあるんですよ。5年間待たなくちゃいけない。例えばこれを見てる皆さんが、宮古島でいい土地あったわって江口の言うように、原野で農心がかかってるやって、で、いい土地だわと思って例えば買われたとしても、申請するタイミングを5年間待たなくちゃいけないです。で、それでまず絶対に外れるかどうかっていうのは分かんないです。
でも僕はここは外れるっていう確信を持って購入をさせていただいたんですけども、太陽光のデベロッパーなので、こういったなんというか性質の土地っていうのは今までもいくらでも触ってきたんですね。何でもできる土地になるだろうっていうことで購入させていただきました。で、5年間待って、僕たちは幸運にも2年半ぐらい待って申請ができました。で、さらにそこから2年間かけて見ていただいて、まあここはいいんじゃないのっていうことを、まあ可否が出るのに約2年かかる。道を挟んで1000坪3000坪なんですけども、やっぱり大きいので開発の許可っていうのを受けなくちゃいけないですね。で、開発の許可を受けるのにまたこれまた1年かかるよと。一番だから長いと5年2年1年で8年かかると。僕たちは運がいいか悪いかわからないですけども、まあ、約2年ちょっと2年半ぐらいプラスあと3年というところをまあ待ってるんですね。で、ちなみにあと1年半から2年ぐらいで、全部そういう許可とかっていうのがもう成否が出てくるんじゃないかっていうふうに言われてますね。で、ここの1000坪のこの土地も、不思議なんですけども、1000坪に農心がかかってるんですけど、ここのもう150坪この土地の中に一筆ですよ、筆は一筆なんですけども、この土地の中にやっぱり500平米は何をやってもいい原野っていうのが、ついていると。周りが農地だらけで農業だらけやってこうやってるっていうのが基本なんですけども、ここはそうじゃないよと。で、隣に農心が除外された原野がある、農心がかかってる原野だという、もう聞いたことがないぐらい難しい土地なんですけども、ここで僕たちは都テラス構想っていうのを、やっていきたいなと思ってるんですね。